大米ロシア大使館大使館は国交が成立している外国に自国の特命全権大使を駐在させて公務を執行する役所。総領事館や領事事務所などの領事機関及び政府代表部と並んで外交使節団の交換と呼ばれる。なお、イギリス連邦加盟国間では歴史的経緯から大使館ではなく高等弁務官事務所と称される。通常、説事国の首都、 または、主要都市に置かれ、派遣国を代表して、設置国での外交活動の拠点となるほか、ビザの発給や、パスポートの発行、更新、滞在先での自国民の保護といった援助などの、領事サービス、広報、文化交流活動、情報収集活動などの業務を行う。カリブ海諸国地域やポリネシア、アフリカやヨーロッパの小国が多い地域では、 その地域における比較的大きい国の一つの大使館が数カ国を剣割していることがある。例えば、在トリニダード,ド・トバゴ日本国大使館は、上中国トリニダード,ド・トバゴを含むカリブ諸国9カ国を剣割している。また、イスラエルはエルサレムを首都と宣言しているが、日本を含む多くの諸外国は、国連決議に基づき同国の主張を認めていないため、テルアビブに、 大使館を設置している。イスラエルの主張に従って、エルサレムに大使館を設置しているのは、アメリカ合衆国やグアテマラなど一部の国に限られる。大使館を含む在外公館は、国際法において外交特権を有し、その敷地は不可侵であり、設置された国家の関係は、特命全権大使の同意なしに立ち入ることができない。 また、租税などについても、すべて本国の領土と同じ扱いを受ける。つまり、大使館の敷地内はその大使館設置国の領土と、言っても過言ではなく、敷地内は大使館設置国の法律が適用される。そのため、信用総領事館北朝鮮人亡命者、駆け込み事件など、亡命希望者が大使館の中に逃げ込むという事件が、しばしば発生する。 さらに、摂事国は、詩人による交換への侵入、破壊及び、交換の安寧、威言の侵害を防止するために、適当な全ての措置を取る、特別の義務を負っている。この措置には、現状回復のための措置や、損害賠償義務だけではなく、事前予防の義務も含まれている。摂事国が、ボートの大使館に対する乱暴狼藉を防げなかった、実例として、イランアメリカ大使館、 人質事件や反日デモに便乗したボートによる日本大使館投石事件などが挙げられる。日本の大使館の場合、在外公館長たる特命全権大使を筆頭に、講師、参事官、防衛駐在官、初期官、理事官等の外交官のほか、派遣員、専門調査員、現地職員で構成される。大使や大使館員は、 必ずしも現地語に堪能であるとは限らず、母国語と英語のみ、もしくは母国語と英語と他のヨーロッパ言語で、計算から4言語のみを介するという例も珍しくない。小さな国に派遣される大使館では大使以下外交館が数人しかいないところもある。例えば、2009年1月末時点における在案ごら、日本国大使館の職員総数は5名であった。 ありがとうございます。